じゃあ一度の最後、伊豆の、河津に、わさび丼に、おあれはなんか今までのシリーズの中でもすごく、人気があるみたいで、まあ、河津町がもう、駅にわさび丼の聖地っていうのがありますね。こんなテレ東の深夜の番組が始まったことがもう駅の、ね、なってるってすごい数ですよ、そこに行くときに五郎さんのビューッと電車乗って行くときに2曲をなんか作ろうと思って作ってるので伊豆急のテーマです。